皆さんこんにちは、相模大野エリア店長の沖山です。今回はですね、2020年注目のモデルとなります、こちらですね、ドマーネ SL シリーズ、まだ仮組みの状態なんですけれども、店舗の方に入ってきましたので、早速僕の方がいろいろ特徴を踏まえてご説明させていただきます。それではよろしくお願いします。はい、ではこちらですね、ドマーネ SL シリーズなんですけれども、2019年モデルと大きく変わってフレームがエアロ形状になりました。こちらご覧ください。フロントフォークの部分も含めてフレームの方もですね、こちらエアロ形状を意識したモデルになっています。もともとドマーネシリーズが快適性を重視したモデルだったんですけれども、そちらにさらにエアロ形状のフレームを追加したことによって、スピードの方を重視したモデルに生まれ変わりました。こちらですね、2019年モデルでも採用されていた機構になるんですけれども、ドマーネの特徴の一つですね、振動吸収性を、調整する機構であるアイソスピードというものですね、こちらについています。 SL シリーズもリアの部分と、あとはフロントの部分ですね、こちらにもアイソスピード機構が搭載されております。こちらのシートピラーの部分なんですけれども、こちらも、2019年モデルはシートマストピラーというものを採用していたんですけれども、2020年モデルからは、マドン SL、SLR シリーズと同等の形状のこういった形のものに生まれ変わっております。続いて、こちらですね、タイヤなんですけれども、標準のものはですね 700×32C という太さのものがついているんですけれども、2020年モデルのドマーネはですね、こちらのタイヤのクリアランスですね、非常に大きく取られていますので、 38C のタイヤを履かせても余裕を持ったタイヤクリアランスを確保しています。続いてこちらですね、2020年モデルのドマーネ、特徴の一つと言っていいと思います。こちらのフレームの部分なんですけれども、ダウンチューブの部分にですね、こういった蓋のようなものがついています。こちらですね、今開けてみますと、こういった形でフレームの内部にですね、内蔵ストレージが搭載されています。こちらの蓋部分ですね、ちょっと今物はついてないんですけれども、この部分にですね、ボントレガーから出ているマルチツールですね、携帯工具が収納できるようになっております。あとはですね、こちらのフレームの内部にですね、バッグが入っているんですけれども、こちらですね、バッグ開けていただくと、ちょっとこちらも今実物ではないんですけれども、こういったものが入りますっていう紹介ですね。まずこの部分にタイヤレバーが収納できるのと、CO2 のヘッドですね、ヘッドが入るのと、ボンベの方もこちらに収納ができます。あとはこちらの部分にですね、タイヤチューブも折り曲げて入れることができるようになっているので、タイヤパンク修理のキットがですね、こちらのフレームの中に入れられるようなカバンが入っています。カラーの方なんですけれども、まずドマーネ SL5 の方ですね、5の方は合計で3色あります。こちらですね、まず手前にあるこちらのモデルがレイジレッドというカラーですね。こちらともう一色、こちらにあるのがノーティカルネイビーというカラーになります。あとはもう一色ですね、パープルフリップというカラーがリリースされて合計3色という展開になります。続いてドマーネ SL6 の方ですね、ドマーネ SL6 も3色展開になります。今こちらにあるのがトレックブラックというカラーですね。
こちらのカラー以外にもですね、レディオアクティブレッドというカラーとクリスタルホワイトですね、合計で3色の展開となります。いかがでしたでしょうか。以上が新型のドマーネ SL の紹介になります。こちらの SL5 と SL6 ですね、どちらも千葉サイクル相模大野コンセプトストアでも湘南富士サーテッド、こちらの店舗でもご覧いただけるようになっておりますので、ご興味ある方はぜひ千葉サイクル各店舗へ足をお運びください。それではご視聴ありがとうございました。